来ましたよ。じゃあちょっと自己紹介お願いします。あっと、どうも輝く一番星の星川さらです。なんか声がプルプルですけども。大丈夫ですか。こんにちは、ありがとうございます。ありがとうございます。マジ本物なんだけど、やばい。アップにも耐えれるこの可愛いお顔です。かわいい。やばい、かわいい。うわ、やばいんだけど、かなたさんやばすぎなんだけど。いや、なんか初めましてですけど。初めまして。初めまして、星川さら。いや、でもね、あの星川さんはファントークイベントやっこんな。星川さんはね、あのね、マリンのね、マリバコ踊ってくれてたんですよ。いや、めちゃくちゃ好きとか。見てくれたんですか。え、見ました、見ました、もちろん。え、歌枠とかもね、結構聞きましたし。あー、嬉しい。嬉しい。あの10のやつ欲しいなって思って、当たらないかなと思いながらまだ1個も買えてないんですけど、今度今日終わったら買いに行きますんで。あげます、100個あげます。もう全然。はあ、そんなん言ったらマリンだってな、あの星川さんがハニーワークスとコラボして今曲出してんの知ってんだからな。アルバム出してんだよ。そうなの。いや、そんな今日知るあれ、一応右さん、兄さんのライバーさんですよね。いや、もう。で、星川さんもテンション爆高いのも、だって。いや、もう死んじゃいそう。ごめん、落ち着きます。嬉しい。そんなテンションとかで来てくれるの嬉しくない、なんか。いや、もう嬉しい、めっちゃ。めちゃくちゃ好きだもん、ホロライブ。本当、え、本当ですか。推しは、推しは。うわー。推し、一番ってむずいな。でもやっぱあれっすね、マリン船長かやだー。わー、言いづれ、言いづれ。陽キャのイメージでコミュ強のイメージがすごい強いんだけど、誰とでも仲良くウェイウェイウェイみたいな感じ。わかるわかる。そういう感じだったんだ、意外。いや、なんかね、あのスイちゃんとか、それこそ初めて曲突してくれた時とかありまして、そう話せたんですけど、二人はちょっと無理かもしれない。おー、そんなに推しなんだ。え、マリン、お前相当されとるぞ、それ。いや、まったく。サラ、どうして欲しいんだよ。ん、どうして欲しい。何して欲しいか、言ってごらん。もうやめて、やめて、話しかけないで。話しかけないで。話しかけない。やばいやばい、亀裂入る。おもろすぎるわ、マジで。亀裂入る。めちゃめちゃ可愛いね。これからもちょっと仲良くしたいな。ねえ。あ、一方的に見てますと。いやいやいや、こっちも見てますよ。いちいちリアクションが重すぎるみたいな。でもね、なんかやりましょうね、話したり。話す、